強権的ファシズムは、ファシズムの政治経済の理論とキリスト教神学とを結びつけた思想であり、政権と教会との持ちつもたれつの関係によって成り立っていた。もともとファシズムは共産主義を敵視するが、共産主義は唯物論を唱えるため、キリスト教会とは折り合いが悪く、欧米の反共主義はキリスト教会と結びつく事例が多かった。 歴史的には主にカトリック文化圏で発生した、聖職者ファシズムとも言う。ただし、ドイツのナチス政権は、キリスト教よりも古いゲルマン民族主義を商用し、中央党とも敵対していたので、必ずしもキリスト教会と良好な関係とは言えなかった。1 9 1 9年にイタリア人民党が結成され、教皇ベネディクトゥス15世によって承認された。 この政党の選挙事務所は、被災官に置かれていた。1922年に、ベニート・ムッソリーニが政権を掌握すると、この政党は彼に接近し、支持を表明した。イタリア北部の反社会主義者、反共主義者は、この決定を歓迎した。1929年に、教皇ピュース11世は、教会組織を守るために、ファシスト政権とラテラの条約を結び、 事実上の妥協を余儀なくされた。1930年代にオーストリアにはエンゲルベルト・ドルフンス政権が発足、カトリック重視のファシズムを推し進めた。クロアチアのアンテ・パベリッチがカトリック教会の協議を全面的に打ち出したウスタ社を結成したり、ベルギーでレクシズムが発足する。スペインではフランコ将軍がファランヘトを結成すると、 カトリック教会はそれらに対する支持を表明した。また、チェコスロバキアでは、チェコがナチス政権のドイツに吸収された後、チェコ人中心の政権に反発していたスロバキア、民族主義者のカトリック聖職者、ヨゼフティソが、ナチスに協力的な政権を樹立した。第二次世界大戦後も、フランコ政権やポルトガルのエスタドノボは、それぞれの国の教会組織に支えられ続けた。 スペインにおいては、1950年代以降、キリスト教団体オプスデーの会員が、官僚や政治家に大きな影響力を与え、フランコ独裁政権の維持に寄与した。キリスト教師、第11巻現代に生きる教会、ヨセフハヤ早ある他上地大学中世思想研究書編、約、監修 AB、ファシスト群像、長谷川君明、スペインポルトガルを知る時点。 オプスでの項目参照、ありがとうございます。